Bonsoir à tous, il est au trésor. Takara Jima. C'est parti. Bonne émission. Wow. Ah, c'est vrai. Ça ne marche pas. C'est vrai. 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 C'est vrai.すごい感度がいいってことかな。そういうことか。エコー入ってるよね。ちょっと外してやりましょうか。うん、外してもエコーが入ってるんだ。何何な、どうしたんだろう。ね、触るところはないです。ない触るところがないです。このマイクを変えるのかな。触るところがないです。困ってますけど、今日はいい声でいきましょうか。まあ、そうしましょう。エコーがついてる。エコーがついてる。あ、ちょっと。これで、あ、これでいいね。おかげさまで。グッジョブス、ありがとうございます。あの、ここを触ったことがない。そんな感じで始まりましたが、タカラジマインターネット TV、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ね、いろいろ毎回なんか起きるやつなんですけれども、はい。ちょっと気を取り直して始めようかと思います。はい、今日は、映画でよもやま話、宝島シーズン2に入っておりまして、通算21回目となります、うんうんうん、結構来ましたね、うんうん、結構来ましたね、いい感じです、うん、はい、そしてなんか視聴してくださる方が割と100人ぐらいずっとなんか一定数ありまして、うんうんうん、いやありがとうございます、ありがとうございます、ね、聞いてくださいあの聞いてくださった方ちょっとまた感想とかいただけるとちょっと励みになります、ね、あそうですね、ぜひぜひ一緒に喋りたい感じですね、うんはい、よろしくお願いします。はい、じゃあいつものパーソナリティは西村慶一です、よろしくお願いします、お願いします。そして一緒に喋ってくれるのは、かくちゃんとなおくんですね。二人それぞれ、あれですね。ちょっと近況を聞いてみましょうかね。うん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 、じゃあ、かくちゃんの方から。はい。まあ、読書をもともと結構好きだったんですけれども、うん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 、好きな作家さんがいててね、うん、北川悦さんっていう作家さんいてて、本当大好きでいっぱい本読んだし、その、なんだろうな、その作家さんの講演会に参加したりとか、うん、秋には講演会主催したりとかもしてました、うんうん、でちょうどね先週でしたっけ、先週か、うん、新刊本が出るのでその記念の、うん、なんていうの会で、まあ、その作家さんが来てサイン会するっていうのがあってね、うん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 、そうケイちゃんともそう その会場であったんですけれども、伊丹のね伊丹のですね、ブックランドフレンズっていう本屋さんであって、うん、こんなね新刊本なんですけど、もう光って見えないな、よく頑張りましたっていう、そうですね、9月30日に出た本で、まあ、ちょっと先行でね、まあ、出してるっていうのでね、そうそうそう、あ、まだこれ出てないの、一応ね9月30日になってました、日付が、そうそうそう、本当に先行ですね、先に読んじゃいました、そう、そのケイちゃんの話を聞いて、僕ももう読みました、ネタバレそう、まあ、本も面白かったんですけどね、うん、ちょっとそのサイン会がね、うん、やっぱりこうファンの人がいっぱい来てるんですよ、で僕もちょっと妻と子供連れて行ったんだけれども、うん、そのファンの人ってもともと講演会とか行って知ってる人たちが多かったんで、うんうん、わー久しぶりやねとかいう感じの、うんうん、そういうなんかね同窓会的な、そのファン同士の同窓会的なのになって、うんうん、すごくこうまあそのね好きな作家さんに会えるのも嬉しいけれども、そのファン同士で会えたのもまた嬉しいなと思って、うん、すごいなんかね久々っていうかな、うん、家帰ってからもすごい高揚感があって、やっぱこういうそういう、ね、好きなもの同士でつながっている人たちのあって大事だなっていう風な思って、うん、でこの本もそうだし、例えばねこういう映画とかでもね、うん、好きな映画とかでこう語り合ったりとかしていうのもあったりとかするのもね、また楽しいもんなんで、皆さんもよかったら好きな映画とか本とかもう好きなもん同士でいろいろ語り合いとかいうのを作ったらいいんじゃないかなと思いますね、うん、はいはい、ですね、うん、そんなところです、今日もよろしくお願いします、ありがとうございます、よろしくお願いします、本当にね偶然で別になんか
朝からやってたのかな、サイン会。昼からかな、1時からやったかな。昼からだったんですね。別に示し合わせたわけでもないのに、3人ぐらい前に、あれ、似た人がいるって。なんか、ね、こじんまりした、書店だから、結構ね、いいですよね。伊丹のブックランドフレンズさんは、北川康さんの、服に疲れた男っていうのの、本のモデル、ね、モデルになってるんですね。店長さんが、うん、はい、なんかそういうところの聖地ですよね。ですね、ですね。ファンの人の聖地ですね。聖地ですよね。なんかね、すごくいい雰囲気の本屋さんなので、伊丹、うん、に行かれた時はぜひぜひ行ってほしいですね。あ、そうですね。うん、その本屋が行ってるのもそうだし、その本屋さんの主人の方が勧めてくれます。うん。なんか私どんな本が見たいかなっていうのをなんか、うん、悩んだ時、もしくは処方箋のように、そうソムリエ的な、いいですね、うん、おすすめしてくださいます。そうですね、なんか私の知り合いでポップ書いてる人がいるんですけど、その人もなんだっけ、その昆布店長って言うんですけどね、うん、昆布店長からこれ読んだらってよ勧めてもらった本からなんかこういきなりブワーッと目の前広げましたって言ってたので、なんでぜひぜひね寄ってほしいなって思います。はい、いやこの本もすごい良かった。もう何やろうな、さらっと読んでしまうんだけど、なんかね本当によく頑張りましたの。ね、みんなよく頑張ってるよ。そうですね。本当に。ケイちゃんも言ってたと思うんだけど、今の自分に必要なメッセージやなっていう風なのはなんか読んで思いましたね。ね、本当にね、北川さんね、なんか難しい言葉は本当に何も書いてないんだけど、なんかふって入ってくるっていうところがね、すごい言葉のチョイスがもう本当に神業です。はい、なんかそんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では次のピンに。はい、はい、私そんなに今日なんか言うことがそんななくて、あ、でもその好きなことでこう輪が広がるっていうのはなんかいいなと思ってて、まあ別に最近ではないんですけど、あのフランス語の普段教えてるんだけど、ちょっと習いに行ってみたことがあったんですよ。で、習うっていうか、その先生がなんかこう授業をしてくれて、うん、まあちょっと授業に出てみようかなみたいなので行ったら、まあ私含め2人あといて、うん、でまあ先生がフランス語で質問し投げかけてくるから自分たちもフランス語で答えないといけないんだけど、45分か1時間ぐらいだったかな、もう結構ぜいぜいって感じだったんですよ。でもやっぱり自分のレベルに合ってたのですごくやりがいがあって、で終わった後に先生とか、あとその周り、まあ、お二人となんかこうちょっとコミュニケーションができたんですよね。それがすっごい嬉しくて、なんかこう対等に見てくれたっていう感じ、ね、あなたすごいですね、あなたもすごいですねみたいな、なんかこう、なんていうんですかね、褒め攻撃が、なんか お互い褒め褒めみたいな感じがすごく心地よくてっていうのは思ったことがあって、やっぱりこう同じ土俵の人たちとこう、まあちょっと違うかもしれませんけど、なんかこうね、交流するのってすごくいいなと思って、しびれました。いい話だなありがとうございますよ。ね、なんか普段なんだっけ、伝えてる方側だけど、別の立場になってみるっていうのがね、そうですよね。すごく新鮮でした。いつも教える側の立場だけれども、教わる側として言ってるってことだよね。そうでね、学生さん、同じ生徒さんと一緒に話せて、すごい良かったです。いいですね。はい、ありがとうございます。じゃあそんなのおきもよろしくお願いします。はい、はい、では映画の話に入っていきますね。今日は前回、スティーブン・キングのスタンドバイミーをやりましたです、ね、ということで、次何やりますか、でやっぱりスティーブン・キングつながりの、はい、うん、そうです、ショーシャンクの空にというやつですね、と皆さんここにこの絵が、ね、写真が
パンフレットはね、映画のジャケットはこっちですね。そうですね、これは映画とか、うんうん、これだと思う、絶対わかるよ、ね、うん、ですよね、うん、何の進化はネタバレになっちゃうのか、ね、そうです、そうです、そうなんですけど、あ、このシーンも結構ね、映画見た人だったら、あ、これなみたいな感じで思いつくんじゃないかなって思う映画ですね。はい、じゃあでは早速先に予告を、うん、そうですね、そうですね、見ましょうかね、見ましょう、予約を、予告を。I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. Consider this: a revolver holds 6 bullets, not 8. That means that he fired the gun empty and then stopped to reload. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back, one for each of your victims. So be it. So be it.少女の刑事には熱い命の孤独が始まった。 I did it. I did it just to ask. You can feel it again. アンディの心の奥には誰にも触ることができない想像を超えた魂が燃え続けていた。ですね、はい、舞台はそこでお話になりますということですね、うん、なんでちょっと単に内容をちらりと説明、あ、はい、そうですね、はい、あの、さっきの予告編で最初に、はい、あの裁判所かなのシーンが出てきたんだけど、うん、ね、主人公 の、 あのティム・ロビンス、うん、アンディが、まあ、うん、無実の罪で終身刑になって、うん、その刑務所に入っちゃうんですね、うん、でそこから何年もすごい年月をそこで過ごすんだけれども、ちょっとさっきも出てたかな、うん、その希望を持ち続けて、まあ、そこの刑務所で何ていうかな、自分も希望を持ち続けるし、ちょっと周囲にもすごいいい影響を与えていくっていうのでですね、うん、最後の方はどうしようかな、あんまりちょっとね喋ったりだから、だいたい、うん、まあまあ、あの舞台が刑務所での話がほとんどっていうのです、うん、そんな話ですね。そうですね、そうそう、映画はこの、あのこっちに見えてるレッドっていうこのね、モーガン・フリーマン、はい、モーガン・フリーマンのやってる役の人の語りがずっと続く話ですね。あの原作の方もずっとあのモーガン・フリーマンというかレッドの語りで書かれているので、うそうですよね、うん、そのこの物語の後の時代のレッドが過去を回想してこう喋ってるっていう、うん、そういう風な構成ですよね。なので、でも本当に当たり役っていうか、本当そうやね、この人以外ないよねっていうね、ですよね。なんかね、原作はあの赤毛の、アイルランド系の、ね、うん、人っていう形で、ね、うん、書かれてるんだけど、だからレッドなんだよね、うん、うん、だけどあの映画ではもうモーガン・フリーマンで、うん、そうね、この人以外レッドはいないと思うみたいな、ね、感じになってますけどね、うん、なんか声もいいですし、うん、なんかこうストーリーテラー的な感じって言ってたかな、うん、なんか、うん、それがすごく映画に生きてるんですよね、うんうん、うまくナレーションに差し込んでくれていて、うん、そうそう、あの、ね、演技も上、ね、あのすごいハマってるし、うん、その語り口調っていうのかな、うん、あれもモーガン・フリーマン、うん、
ね、まさにドハマりですよね。はい、じゃあちょっとそのままナオピーになんか、うん、ナオピーのここおすすめポイントから。おすすめ、あの原作にはないってさっきもお話してたんですけど、うん、あの図書館を整備され、うん、してもらって、うん、それでなんかレコードとかも、ね、なんかあの刑務所に来て置けるようになって、うん、であのふとあのレコードいっぱいあったのでなんかオペラモーツァルトの、うん、あれはアリア、ね、なんだったっけな、そよ風に寄せるっていう、うん、あのフィガロの結婚の第3幕、うん、20番っていうと、うん、曲なんですけど、あれをかけるんですよね。で囚人全員に聞こえるようにして、うん、でもうそのなんか優越に浸ってるっていうか、うん、なんかもう昔の自分を取り戻したかのような、なんかあの場面がすごく良くて、すごい気持ちよさそうな顔しましたよね。そうですね。ああいうなんかこう心の豊かさを大切にしないとダメだよっていう、うん、あのあそこなんかあのその物が来て、うん、本とかレコードが来て、うん、で俺がトイレに行ってる間にこれ全部片付けとけって言うんだけど、その人がこれ戻ってこれないように鍵をかけてしまって、うん、で所長室にいるんだけど所長室も鍵をかけて、で怒られるまで出てこなくて、で結局あのお仕置き室に、うん、2週間ぐらい、ね、入れられて、でそこから戻ってきた時にあのモーガン・フリーマンが演じる レッドと話をするんですけど、うん、なんか心の豊かさを失っちゃダメだよって言って、うん、心の中には誰にも奪えないものがあって、うん、って言ってて、なんだって聞いたら希望だよって言うんですよね、うん、で希望は危険で、あのレッドの方があの希望は危険だ、正気を失わせる塀の中では禁物だって言うんですよね、うん、でもいやあの希望は、うん、あの絶対大事ってアンディはずっと思ってて、うん、でもそれを本当に突き通すんですよね、うんうんうん、なんかその、うん、そのそこに至るまでのなんかこう寡黙なまでのなんかうちにこう、うん、秘めてるものをこう、うん、ティム・ロビンスのあの、うん、ね、なんかなんかニヤッとちょっと笑った感じの、ね、はい、あの表現の仕方が素晴らしいなって思う。もうとにかくその音楽だったり本読むことだったり、その自分がの心の栄養としていたものを絶対失っちゃダメっていうのをずっとやってたのがすごいなって思いました。本当にそうなんです ね、そう、あの卑屈にならないっていうのかな、うん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 、自分を卑下しない、うんうん、なんかどうしてもその、刑務所だからあの看守さんの態度もそうだし、うんうん、所長の態度もそうだし、うんうん、あの人間扱いされないですよね、うん、なのでそういう中でいかに自尊心を失わないかっていう話も描かれてますね。そうですね、すごいこの心は熱いものを持ってるんだけれども、うん、なんだろうな、いかにもこう熱血感っていうのではなくて、なんか外になんていうのがそんな熱いものを出すってわけじゃないんだけれども、うんうんうん、静かにこうメラメラと思ってるもん、確たるもんを持ってるっていうのがまたかっこいいですよね。ね、ですよね。なのでそういう描かれ方をしてるのは本当にすごいですよね。と好きなあのシーンですけど、うん、あのね、あの5月にあのモルタルの、その、屋根の、はい、屋根の修理で、はいはい、モルタルを、はい、あの工事しないといけなくて、で100人中10人しかやる人がいないとか でそのでもそれに、うん、あ100人ぐらい押しかけたんでしたっけ、ね、やりたい人が、うん、で5月でそれ外の仕事ってすごい気持ちいいからっていう理由で人が詰めかけたらしいんだけど、うん、アンディができるように誰かが計らってくれって、うんそうで、その中で、あの、なんか、看守同士で、なんかもう信じられないぜ、みたいな、なんかあの自分相続税受けるんだけど、なんか半分以上、その、税金に持ってかれるとかって言って、で、そこをなんかこう、ダンボのように、耳をダンボにして、アンディが、で、詰め寄っちゃうんですよね。で、やめろやめろとか、もう立場が違いすぎるから、でもやっぱそこで職能を開花させちゃうんですよね。で、なんか、奥さんのこと信頼してますかみたいなことを聞いてて、で、もう建物の縁のところまで追い詰められて、監修にそんな質問しちゃったもんだから、そう、生意気な口聞くなみたいな、そうだね、うん、そう、
でもなんかあの、うん、それあのなんだっけ、何できるって言ったんですけど、免税できるって言ったんですよね。そう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 、税金をなんかね減らすためになんか贈与するとか、そうだね、奥さんに全部贈与すればとかって、それ単位覚えてない、でもすごい金額だったよね。そうそう、6000ドルとかだったかなぐらい、6万ドルまではあと免税されますみたいなことを言って、でそれで僕が全部 でもそれ有名、優秀な弁護士さんを使わないとダメなんだけど、僕が全部やってあげますよ、でもその代わりに仲間たちにビールをおごってください、ね、ごちそうしてあげてくださいって言って、でその時にみんながなんかこう、こいつすごいやつだなって思いみんなに冷たいビールを、しかもこう合法的にというか、その看守が入れてく差し入れてくれたビールを、そこですごく人間的な扱いをされるわけだから、で仲間の一人が、お前も冷たいうちに飲めよってアンディにビールを持ってくるんだけど、いや僕はあの今もうお酒立ってるんでって言って、でその時のなんかアンディの顔、そうそうそう、アンディの顔とモーガン・フリーマンレッドのなんかそのナレーションが、それがなんかいつも普通のこと、普通のノーマルなことを取り戻したかったんだろうなみたいな、あの語りがすごく良かったですね。あれは映画のまだ始まったばっかりの、そうなんですけど、そう、ね、ま、そう長い2時間半、2時間45分だったかな、長いですよね、うん、長いけど長いと思わせなかった気がします。全然、そうそうそう、入れるね、20年ね、刑務所にいられていろんなことがありますからね。そうですね、本当にいろんなことがありますよ、そう、あのシーンがすごく好きです。ああいいよね、あの、そうそう、あのアンディの表情もまた、そう、あのすごい嬉しそうな表情してるんだけど、でもなんかこう嬉しさを爆発させてるってわけじゃなくて、そう、ちょっとなんかこうちょっと噛み殺したような感じの顔で、またそれがいいんですね。ですよね、そうそうそう、なんかね、そういう いい感じの、あと銀行マンだからね、あ、ね、もともと銀行マンだから、どうしてもそういうのを耳に入るとこう気持ちが、気持ちがうって動いちゃう、そういうところも書いてありますね。そう、ありがとうございます。なんかね、そう、じゃあかくちゃんの面白いポイントは、そうですね。そうだね。あの、そう、ナオピンが言ってくれたシーンとか、すごい好きなシーンもいっぱいあるんだけれども、やっぱりその刑務所でね、まあ過酷なんですよ。過酷ね。まあ。多分現代の刑務所はあんなんじゃないと思うんだけど、多分まあ時代があれ昔ですかね、1960年ぐらいか、そんなんかで、わかんない、当時はもしかしたらそんなんもあったんかもしれないけど、本当人間扱いされない、その施設側からもそうだし、まあ囚人同士でも、でどうやろうな、ちょっと見ててすごいもうね、目を背けたくなる人も多分ね、いっぱいいるんじゃないかと思うんですよね。暴力的なシーンもあるしね。そう、あのね、今回この、紹介するにあたって、あの家で見とったんですけれども、あの好きな映画だから見るんだけれども、その暴力シーンとかが出てくるから、あのすぐ横にね子供がおったから、妻がちょっと心配して、これは見しちゃいかんとか言って、こう遮ったりとかもしてたんやけど。まあ、ちょっとそういうシーンもあるけれども、でもなんだろうな、そういうシーンも含めて、あのすごくいい作品だと思います。あの、最終的に本当にえぐいところとかは映像には出てこないので、ぜひそこら辺は気にせずに、あの見たことない人は見てもらったら、あの最後まで見たら絶対得れるもんがあるなというふうに思いますね。でね、どうしようかな、なんかね、すんごいこうネタバレ的な感じのね話でもあったりと、なったりとかだからな、そうだけどね、そうだけどね、なんかね、まあまあそうやな、まあいい、まあいいかちょっとケイちゃんの意見聞いてみましょうか。喋ってもいいと思うってこと？喋ってもいいと思う。そうだねいいじゃないですか。あの、そうやね、見て、そうね、あのアンディのすごい、あのまあ素晴らしさはあるんだけれども、あのすごくなんていうかな、その強さっていうのは、
あの素晴らしいと思うと同時に見てる方は若干不思議でもありました。その過酷な中で、なんだろうな、希望を持ち続けるっていうのはそうだけれども終身刑なんですよね。ってことはもう自分は一生刑務所。そうだよね。でその暴力とかもあったりとかして、ひどい環境でそこから逃げる術はないはずだけれども、その希望を持ち続けられる強さっていうのはどこにあるんかなっていうのを見ながら結構思ってました。で確かにレッドっていう、親友って言っていいんかな、レッドとアジアっていう理解者はいるけれども、でもなんだろうな、親友って言ってもなんていうんかな、この本当に仲良しでずっといろんなことを語り合うとか、そういう感じでもないんですよね。関係、そうだね。僕はこういうことを思ってるっていうことをレッドに伝えたりとかするけれども、例えばなんだろう、まあ刑務所ないんかもしれんけど、例えば悩み相談とかが、例えば親友同士にするっていうのが普通にあったとすると、そういう関係でもないんですよね。だからこう困っているなんたらとか、そんなのは自分の心に持ったまま、でも一方で希望となるものを、自分の心を豊かにするものを持って、多分そういう不安とかを多分かき消してたんだろうなと。でまあ、あとで脱獄をするんだけれども、脱獄するためにこう、ね、穴を掘っていくんですよね。ロックハンマー。なんかね、ちっちゃい、本当これぐらいのハンマー、見た目上はこのハンマーかツルハシなんだけど、本当に子供が遊び、道具ぐらいちっちゃいやつで、そんなちっちゃいやつで、何年掘り続けてんのかな、20年掘り続けてたんかな。まあ最初から本当に脱獄の計画があったかどうかっていうのはちょっとわからないんだけれども、できるところまでやってみようっていうのでスタートして、まあどっかのタイミングで実はね、もう革新的にこう脱獄の計画を練るってことにはなっていくと思うんだけど、人知れずね、そう、でもそこは絶対誰にも言えないですよね。でそこら辺をやり続けることでね、あの自分の何だろうな、あの心のよりどころにしてたっていうのもあるんだろうな。確かそれナローさんにもあったんかな、確かレッドの、あレッド言ってました、そうだね、そうだね、あの辺が何だったんだろう、あの辺が何かだったんだろうなみたいな、そう、ね、最後ね、そんなことのシーンありましたね。まあ、ちょっと何を言おうとしたのか忘れちゃったんだけれども、でもその、素晴らしいその希望を続けるその強さっていうのがどこにあるのかなっていう目線で見てても多分楽しめるような作品かなとも思います。そうですね、本当にやっぱね、なんかうまいよね、うまいっていうか、よくなんかこんだけぴったりの人たちを見つけてきましたね。本当ですね、そうね、そうそう、ますよね。なんか結構ね、有名どころ、あの脚本が出来上がった時に結構有名どころの人たちが手を挙げたっていう。ね、そうね、らしいですもんね。トム・クルーズが、あのね、このアンディ役にトム・クルーズが自分がやりたいって手を挙げたんですかね。そうそうそう。あのね、あれです、あの、スタンドバイミー撮ったあのロブライナーっていう監督さん。が、なんとあのスタンドバイミーの撮った後、あの小さい映画の制作会社、その名もキャッスルロックエンターテインメントっていうのを作ってたらしくて、でそのこのね、ショーシャンクの空にを、あの映画化するのが決まった時に、どこで撮ってもらうかを探したらしいんですよね。で結局そのロブライナーのそこのあのキャッスルロックエンターテインメントで撮ることになったみたいなんだけど、そうするとそのロブライナーとトム・クルーズはなんか前の映画で仲良くなってたのかな、それでなんかあの撮りたい、あのこれやりたいっていう話になったみたいなんですよね。もうなんかあのこの脚本家の人誰だっけ、あのフランク・ダボランさん、この人はあの自分が撮りたいからって、脚本兼監督ですよね。なんでこれは自分が撮りたいんだっていう話で、そうそうそう、5年がかりで実現させたとか言って、
そうそう、1円で買い取ったって言ってあ、1ドル1ドル、そうですね、あ、それは、1個前のやつですね、1個前、あ、そうなんだ、ダボラン監督は、その、なんだっけ、その、スティーブン・キングのファンらしくって、うんうん、でも、なんかその、全部が全部いいわけじゃないよね、これを映画化したいっていうやつは、うん、その、うん、そうそう巡り合いになるみたいで、うん、あのスティーブン・キングめっちゃ書くじゃないですか、うん、でその前のやつあのまだ有名じゃなかった頃は、うん、その1ドルで買ったらしいんだけど、うん、それからねしばらく経ってから、うん、この「ショーシャンクの空」を読んで、これは自分が書かねばって思ったらしくて、うん、で書いてキングに送ったんだけど、うん、キングほったらかしにしてたみたいなんですよ、しばらく、だから5年ってそれで5年ハモンだけどすごいな、わかる、でもすごいわかるそんなのもらってたのみたいな感じですよね、そう、有名じゃないじゃない、ね、あ、そっかそっか、だからなってたみたいでそうそう、で読んでみたらおおって思ったんですけど、あ、そうなんね、で撮っていいよっていうことで、あのいろいろね、あの決まったらしいんですけれども、あ、だからダボラン監督はそのもともとスティーブン・キング好きで、うん、でさらになんかあの、うん、そのヒューマニストとしての、うん、スティーブン・キングが好きだったから、それであの、ショーシャンク、死刑なんだっけ、刑務所のリタ・ヘイワース、あ、そうね、リタ・ヘイワースの刑務所内の、あ、そうやって刑務所の、あ、刑務所のリタ・ヘイワースが現代、そうそう、ね、なんで、ね、小説の現代がそれなんです、うん、そうそう、この本なんですね、このゴールデンボーイ、ゴールデンボーイ、はい、そうですね、の前に、はい、載って掲載されている、うん、そう、ゴールデンボーイの前に、割と短編的な感じですよね、めっちゃ短編ですね、一冊の中の3分の1ぐらいしかないです、うん、はい、3分の2はゴールデンボーイが含めてますっていう本なんですけど、そうですね、ホラーが撮りたいわけじゃないんですよね、そうなんですよ、ダボラン監督は、そう、なんかホラー映画にの、うん、への愛もあるんですけど、それだけではない、うん、そのジャンルよりもストーリーテラー、ストーリーへの愛があって、うん、そのストーリーテラーでありたいっていうスタンスの人だったので、うんうん、別にホラーじゃなくてこの、ね、この小説を、うん、でご自分であの脚本と、うん、脚本書いたんですよね、うん、ね、そうそう、なのでこのダボラン監督とそのあのキングのその、うん、キングの こういう普通の話というか、うん、ホラーじゃない話は、うん、なんかすごく相性がいいらしくて、はい、でこの後もあのしばらく経ってから、ね、グリーンマイルっていう、これもそうですよ、ね、これも刑務所の話だよね、うん、これもね撮られてるんですけど、うん、まあ、あ、そうか、その作品もそうなんね、そうなんですよね、そうなんです、でもこれは何だっけ、あれですね、トム・ハンクス、うん、そうですね、トム・ハンクス、トム・ハンクスが監視役で出てるんですけど、うんうんうん、このね、なんかショーシャンクの空にめっちゃいいじゃないですか、うん、でもその年 のアカデミー賞には当然ノミネートされてるんです、うんうんうん、ですけどその年ってあの例のフォレスト・ガンプの年なので、はい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 、フォレスト・ガンプが持ってっちゃった、あ、そうなんだ、そんなにだったのかもね、そう持ってっちゃったみたいで、この映画ちょっとかわいそうなことにタイミングがね、であのクール系のやつが好きな人はパルプフィクションに行っちゃったみたいな、あ、でちょうどこのね、あの本当に隠れた名作になっちゃったらしいんですよね、結構ノミネートはしてるけど、なんか受賞してるものはあんまないんですか、うん、そうなんですよ、でそこであの賞を取ったトム・ハンクスが次のグリーンマイルで出たみたいな、なんかそういう不思議なつながりが見えてきてちょっと面白かったです、私は、なんかね、そういうのがちょっと面白かったですね、あとはちょっとこのあの元々のこのショーシャンク刑務所って、うん、あのオハイオ州にあったマンスフィールド刑務所っていう、で4年ぐらい落下されてた刑務所、なんか100年ぐらい稼働してて終わってたんですかね、すね、刑務所としての役割は、はい、そこを使って撮影されてるので、うん、だから外かなんかかっこいいというか、あ、そうだよね、あの上から撮ったですね、上から撮ったシーンとかがね、なんかすごい建物もちょっと古い感じで、なんかお城って感じだね、うん、
なんかこう放射線状になってますね、うん、なので、うん、ちょっとね、建物を見たい人も結構いいかもしれないですけどね、うん、そうですね、なのでそういうのを使えて、うん、あの撮ったやつとかなんか結構ネタがいっぱいあって面白かったですね。確かに、はい、そうですね、なんかこのジャンル的には監獄、うん、あ、監獄、脱獄ものなんだけど、うんうん、脱獄をテーマにしたというよりは、うん、人間の内面的なものとかを盛り込んで盛り込んで、うん、もうひたすら盛り込んでるっていう感じで、うんうん、なんかハリウッドってちょっと新しいもの、うん、だから脱獄ものはなんかもう本当にイケイケどんどんじゃないけど、すごい極悪人がいてとか、なんかそっちに焦点を当てて、そういう人がなんかあの脱獄してなんかスーパーヒーローになるみたいなこうイメージを描いてるみたいなんですけど、ハリウッドでこういう脱獄ものなんだけどこういう希望みたいな、こうちょっと路線の違うものをやるのって結構大変らしくって、なるほどね、なのでそれ受け入れられるん的な感じですかね。そうそうなんです、うん、結構厳しかったんじゃないかなっていう、うん、そのジャンルとしては、うんうん、もしかしたらアカデミーにノミネートで終わっちゃったのはそういうのもあるかもしれない、うん、ネットの情報やったかな、うん、そのアメリカでは興行的にはそんなに振るわなかったって、うん、その公開した年にはね、うん、日本とか海外ではすごい評価されたんだけど、うん、みたいな記事もあったんだけど、うんうんうん、今ナオピンが言ったこととかもあるんかな、うんうん、なるほど、その国の事情とかね、うん、ありますよね、うんうん、あるよね、そう、なんかこの映画もあの、最後ね、あのレッドと、アンディは再会することになるんだけど、うん、あの小説の元ネタではまだ会ってない、あまだ会ってない、まだ会ってないんだけどっていう含みを残して、でも希望があるっていう終わり方をしていて、うん、ね、うん、なのでなんかその違いもあるんだけど、あのプロデューサー、うん、そうそう、プロデューサーの人がやっぱり、うん、あの映画的には、まあ、そうですよね、映画的にはそうなんだな、そのインパクトが弱すぎる、うん、希望を持ったまま、うん、何を言った映画か分かんなくなっちゃいますもんね、バラストははっきりねしたいですよね、そうそうそう、すっきりして帰りたい、すっきりはっきりっていうのもあったみたいで、そっか、そう、この終わり、映画の終わり方もいいんだけど、私はちょっとこの小説の終わり方がめちゃくちゃいいので、うん、なんか短いからなんか図書館で借りるとかしてチラッと読んでもらうと、本当になんか見てから読む方がいいかな、あ、読むから見るより、うん、見てから読むとさらに深まるかもしれないですね、うん、そうなんです、うん、なのでこのあん、なんかどっかに書いてあったんですけど、うん、アンディとレッドがこう共鳴し合う、うん、意図せず共鳴し合うみたいに、そのダラ、ダラボンか、ダラボンさん、うん、ダラボンと監督とあのキングも共鳴し合うって書いてあって、うん、そのキングのなんていうのかな、行間の声を読める人だって書いてあって、うん、なるほど、なるほど、素晴らしい、キングの声を聞ける人だって書いてあって、あ、なるほどね、すごいですね、尊敬する、なんかスティーブン・キングからしてももうこの人にやってって感じなのかな、多分そうなんじゃないかな、そうじゃないかな、そうだと思うね、この丹念に丹念にこう書いていくっていうところが、キングの書き方はそうで、うん、なんかなんだっけ、あの前にかくちゃん持ってた小説の書き方だったっけ、ああそうね、はい、ね、書くということやったかな、あ、書くということ、うん、なんかそういうのもキング結構出してるんですけど、うん、なんかホラー映画っていう、あ、ホラー、モダンホラーっていうジャンルも、うん、その日常を丁寧に書いていった中でどっかにポツッと裂け目ができる、何ができるの、裂け目、裂け目、うん、なんかふってずれるところができて、そこがそこからドドドドドってずれていく、その恐ろしさを書くみたいな、考えたらでもキングの作品そうですよね、あーでもそこがなんかこう才能の開花じゃないんですか、日常なんだけど、その
ちょっとずれた、そのずれをまたさらに細かく書いていくみたいなことを書いてあったんで、へーって驚いたんですけど、なんでなんかね、そういうね、キングの原作をめちゃくちゃうまく活かした作品あの前のね、あれも良かったですけどね、あのスタンドバイミーも、ね、スタンドバイミーはなんかこう音楽の圧勝みたいな、うん、そうだね、そうだねちょっとある、うん、ね、それもあるけど、うん、あでも今回も音楽いいあれですね、いいですね、いい役割してましたよね、ですね、うん、そう、刑務所なのにモーツァルト流れてるみたいな優雅ですよね、あのお寺いいよね、あのシーン大好きだな、なんかみんな口をポカーンとして、なんか校庭で100人ぐらいいるのかな、あれすごいいる中でみんなが同じ方向見てあーってそうでもなんか似合うんだよ、あのね、あのあれがかっこいいから、建物がかっこいいから、そうですね、何が始まったのっていう顔して、みんな同じ顔して、でもなんか心がね、やっぱ潤いますよね、砂漠のオアシスみたいで、うん、もうずっと長年聴いてなかった音楽っていう、ね、ちょっとまたね、その辺もね、聞いていくと面白いかな、ちょっと原作の話も出たんだけれども、うん、僕はこれね、あのタイトル、あのこのショーシャンクの空にっていうのが好きですね、あのまあ原作のね、あのリタ刑務所のリタ・ヘイワース、うん、それもいいと思うんだけど、なんかこのイメージの、あこの映画のなんだろうな、イメージ合うのはこのショーシャンクの空にの方が合うなっていうふうになんか思いますね、なんか青空をイメージしてたんだけど、雷の、雷雨の夜でしたよね、脱獄した、そうでしたね、そうそう、なんかね、タイトルはちょっといろいろ醸し出してたみたいなんですけど、でもあのリタ・ヘイワースっていうのを知らないじゃない、知らない人もいるじゃないですか、あの時はあれだったのかな、分かってたのかな、あのポスターのね、その人のモデルさんだから、だからね、なんかこうちょっとあの、やめてもらってる混乱させないというか、ためにっていうのも多分、そうですね、あったと思うけど、やっぱぴったりですよね、もしかしたらその、まあ、あのリタ・ヘイワースが出てる映画をみんなね、刑務所の中で映してるから、でその囚人の人たちはあの映画見て「ああ」とか言って喜んでるから、ちょっとそのみんなにとってのその刑務所の中での希望みたいな、そんなんをかけてリタ・ヘイワースなんかなとも思ったんだけど、ただアンディ目線で言ったら別にリタ・ヘイワースはどっちかといえば脱獄の道具でしかないから、なんか、まあまあかなって思う、いうふうに思って、なんかあの脱獄のね、あのごめんなさい、あのあるじゃないですか、こう穴、この穴と、あとその前の日に全部仕込んでるじゃないですか、あれ1個でも間違えてたなって思うと怖いよね、そうね、たまに思い出すんですよ、あれってどうだったんだろうみたいな、それがまあでもね、今映画だからうまくやってくれて、よかったけど、すごいなと思って、あの靴とかね、そうそうそう、ピカピカに磨いて、それを自分が履いて、あの社長の部屋を出ていくみたいな。用意周到だっていうか、なんかそれはもうアンディだからできるのよねっていうのがちょっとありますね、そういうところもちょっと見どころな感じで、結局なんかドキドキ死んじゃうんだよね、そう、最後が結構ね、もうバーッと進むから、もう一回なんか巻き戻してここどうなってたのみたいな感じ見ちゃうんですけど下の服を着てるとかね、あんなんとかもやってんのかなってね、なんかそういう楽しみもあるので、ぜひ見てほしいですね。語り尽くせないわこれは。そうですね。そう、語り尽くせないって思ってる間にあっという間にもう時間が、もうそうですね。そうですね。なかなかね、なので、はい、ぜひぜひなんかね、ちょっと秋の夜長になってくるしね、ぜひ見てほしいですね。はい。なんかちょっと本当に終わりかけなんですけど、なんかお二人から。もう大丈夫です。大丈夫です。もう時間もあれだからな。そうやな。一瞬だけ一瞬だけ。あの先月にも紹介したんですけど、マルシェするんですよね。そうだった。で、ちょっとね、こんな持ってきて、こんなポスターが出来上がって。
ちょっと見えないかな。うん、あの10月の、10日祝日の月曜日ですね、はい、どっちだ、こっちか、うん、これか、祝日の月曜日に痛みでマルシェします、うん、まあ、健康とかにね、うん、そんなイメージしたもので、うん、そのヨガの教室とか、うん、あのハンドマッサージとか、うん、そんなね、あの健康意識したものもありますし、あと飲食もあります、ね、楽天ランドって書いてある、はい、楽勝ランドなんて入れてるんですけどね、楽勝、はい、笑うの方ですね、上がちょっと削れてた、10時から17時でですね、ラストオーダーが16時、そうですね、あのちょっとまあ時間が決まったイベントとかもあったりとか、あの店員になってしまったらねおしまいっていうやつもあるんですけれども、まあ、日中の時間やってるので、まあなんだろう、あの秋でお出かけもしやすい時期だと思うので、もし皆さん時間があったら痛みにいらしてください。あの Facebook のイベントページもありますので、楽勝ランドで調べてもらったら出てくると思います。よければぜひ、はい、ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。はい、じゃですね、これをこうして見ると、かくちゃん映らないから、これで、はい、はい、OK、très bien et merci à tous à la prochaine fois、また来月。バイバイ。